横浜ヒューマン&テクノランド2017、今回も会場をいろいろ参加させていただきまして、インタビューもたくさんさせていただきました。とっても楽しかったです。今回の感想としては、日々の暮らしを豊かにするというだけではなくて、日々を楽しもう、そしておしゃれに生きようみたいな感じ の、 あのブースがとても多くて、私も参加していてとても楽しくて盛り上がりました。たくさんの方がですね、今日も来ていたので、すごく盛り上がっていたなと思います。さて、来年も楽しみなのですが、実は来年の日程も決まっています。2018年7月20日そして21日2日間行います。ぜひ私も来年楽しみにしていますので、皆さんも来年も楽しみにしていてください。以上、レポーターの田原彩香でした。